はい、おはこんばんちはというわけで始まりました、エクセントゲーム部部長の内田翔です。この番組ではいろいろなゲームの魅力を伝えていくべく、エクセントチャンネルで不定期にゲーム実況をお届けしております。前回はですね、オーバークック2というゲームをプレイさせていただきました。どうだったんでしょうか。すごい長時間やってたんですけども、中身はまああんな感じでございました。今回ですね、やってみるゲームは、こちら、もう見ていただいてますが、スーパーバニーマンでございます。このゲームはですね、どういうゲームかと言いますと、ですね、紫色とピンクと黄色と緑の、うさぎ耳の、キャラクターが、何かをやるゲームということでですね、僕、まあ、いつもそうなんですけど、ゲームの中身をですね、一切知らずにですね、コントローラー握ってあの画面の前に座っております。まあ、なんかまあそれでもできるよっていうことなんでですね、やっていきたいなと思います。今回はですね、部員の、ミカシーと一緒にやっていきますね。ミカシー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まあ、まずはね、こうやってみないと、ここはあのもうあのこの不思議な音楽で頭があれなんでちょっとやっていきましょう。あ、何色だかわかんない。なんか一人いませんか。ピンクだ。案内してくれてるんです。嘘。あ、置いてかないでくださいよ。早く来ないと。このカレンド、カレンド同じペースいく。おお、落ちよう、ダメ。危ないよ。ほいよ。ほら。これはこれ達成感がないな。ちょっと簡単ですね。簡単すぎるよね。ちょっともうちょっと。このね、ジャンプのタイミングわかんない。このどうタイミングとこのでかくて。ああ、ちょっと。ほら、行った。あ、いいね。これこうちょっと。ああ、ね、スムーズです。いいね。おみかしだいぶこう慣れてるな、これ。ほらー。あー、おぉみかしこれ助けて、これ、L と R で捕まえてくる。捕まえてって。捕まえてって。無理です。捕まえてって、ほら。こっちもほら、手伸ばしてるから。ほら。あ、いいね。助けるな。ほら、ファイト一発だよ。あ、引っ張って。引っ張ってって。いいですよ。ああ。これはもうあれだな。ええー。あれっつって、昔迎えに来て。蹴っ飛ばさないでくださいよ。掴む。ちょっとじゃあ、おい、ない。三河市。これ難易度高いんじゃない、これ。いいね。ちょっと。いかし、思いっきりいけたでしょ。ポイントだよね、多分。難しいポイントだ、これ。よいしょ。あ、邪魔だから。邪魔だから。そこどいて。どいてって。動けないですよ。ほら。戻る。戻れた、ほら。あ、復活できるよ。難所に来ました。ほら、難所だよ。ここ難しい。あ、そういうことか。ならないんだ。あ、やっぱりじゃあ。でもね、分かった。あれ、東、数万。助けに行くぞ。ごめん。もう今もうだってもう無理でしょ。だってどう考えたって。今の無理だぞ。今の。あ、でもこれね、知ってる。もうね、これは戻ればいいんだよ。これはね、戻ればいい。知ってる。ほら、戻れる。戻れるよ。もう覚えた。上手くなってますね。ああ、もう大体。ほら。これもね、戻れる。戻れる。戻れない。ここでこうでしょ。わあ、腹筋使ったね。いいですね。腹筋使うスタイル。腹筋スタイル。難所です。ここ難しい。ちょっと見てから行きますわ。これなんか片方が掴んで吹き飛ばせばいいんじゃないですか。ああ、そんなことね。そう、難易度高いよ。それ難易度高いよ。あ、でもいけるかも。やろう。いい勢い。あ、ミカシこれだよ、これ。これいいですね。さっきどうやってやったんだろう。
うん、あ、違う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 、まだね、コントロールできない、まだこの新しいシステム。ここだ、ここだ、あ、まだいけるいける、ちょっと血入れたけど、あー、いけ、まだまだまだ、頭戻り、頭戻り、ここから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 、まだまだいける、まだいける、まだいける、ほらほら、まだいける、まだ、人参が、これ人参って食うとかじゃないんだ、これ人参食うとかじゃないんだ、激しい、ちょっとちょっと、どっちがコントロールしてる、あー、危ない、危ない危ない危ない、この人参のシステムは分かんないな、人参が取れない、人参は何用やねん、なんこう、あー、おい、危ない、あ、これジャンプで、これ合体、おお、内田さん、どっちだっけな、どっちだっけな、戻る、戻る、あ、戻る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 、無理だ、ごめんなさい、あ、ごめん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 、わかんないんだよ、わざとじゃないんだよ、ちょっと慎重に行こう、慎重に、慎重に行こう、慎重に行こう、慎重に行こう、次こそゴールに、うん、ちょっとした怪我はいい、ちょっとした怪我はいい、ちょっと怪我、怪我はいい、怪我はいい、怪我はいいよ、ここは難しいんだよな、行かないんだよ、あ、ほら、もう次じゃん、坂が登れないっていうね、あ、行けた、危ない、危ない、苦手です、トゲ苦手だね、僕もね、この隙間苦手、あ、苦手、ごめん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 、おー、いや、まだこれ、あ、これ、あ、これや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 、もうこの流れ任せるしかない、この流れ任せるしかない、お、あ、あ、いいや、人参、あー、ギリいった、あー、来た、来た、来た、人参、もう無理だ、人参、あ、かどん、あ、そう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 、ここだ、ここだ、ここだ、気をつけ、危ない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 、最後の最後落ちるねえよ、あ、これ後ろに蹴飛ばすパターン、これ後ろ話してもらっていいですか、あのちょっと話してもらっていいですか、やっぱり、あ、は、あが、上がってこれる、上がってこれる、ちょっと、あ、あ、あ、これってもう無理なんですかね、なんか右手を右手と左手でこう交互に、ここに壁に突き刺して上がってこない、上がってこない、あ、上がってこない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 、頑張れ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 、あ、いける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 、あ、いけるいけるいける、あ、いける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 、強引に強引に行こう、強引に行こう、頑張れ頑張れ、いやこれ無理ですよ、いやいやいや、まだ諦めない、諦めない、まだいける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 、あ、いける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 、でだいだい生まれる生まれる生まれる、みかし生まれるよ、あ、来た来た、ほらほらほら、いや、さすがだね、さすがだね、諦めちゃダメだってことだよ、諦めちゃダメだってことだよ、汗かきましたよ、いやー、これ書くね、これ書くねよしよしよし、行こう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 、おい、これ下に行くのね、あー、あー、大丈夫だ、ね、はいはいはい、おい、よいしょよいしょ、え、これむずいですね、あ、うん、気をつけて、あー、おいや、でもなんかさっき復活できた、いや、そうだよそうだよ、あの、あれ、あの土の中から戻ってくるってなかなかないよなかなかないよ、あ、え、これ、あ、ぼぼ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 ぼ、これ下に行かなきゃいけないの、見ちゃダメなんだ、
ルールを気にせんしないで。よし、じゃあ行くぞ。じゃあ助走。よいしょ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 。すごい。でほら、ほら行ったんじゃん。ほら行ったんじゃん。ほら行ったんじゃん。ね、ごめん。2個あったね。いやこれなかなかでも奥が深いゲームだな。スーパーバニーマン。難しいです、ね。難しい。何が正解か未だによく分かってない。まず下まで行くでしょ。下までこうね、ボール玉に落ちてからが優勝。掴む？あれ？痛い。遠いや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 。なんかいや死もう死んでないこれ。もう死んでないこれ。生きてるこれ。もう死んでる気がするんですけど。僕死んでないこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いいかし、あ、持ってってくれ、そのまま持ってってくれ。あ、死んだ。いいかし、あの僕死んでたと思うんだけど、今はもう連れてったけど。掴んでいく。これ掴むって L あるでしょ。あれ、よいしょ。これどういう状況？これが今スクオートしてるのか。あ、つかってる。つかってる。これ掴んでる状態。しょ。でこの回の時にだんだん角度のジャンプができればいい。ほら、ほら、あー来た。ほら、足怪我したけど。任せてくださいよ。頼んだぞ。絶対登れないけど。よいしょ、じゃあ最後ちょっと気合いでいこう。いや、この体勢無理じゃないか。この体勢無理じゃないか。この体勢無理じゃないか。あ、ミガシミガシ、最後のやつが。もう一回出していこう。今の人あれだから、もう一回いこう。本当のラスト。本当のラスト。じゃあですね、エキシビオンマッチということで、ここからですね、ミカシとの差しで勝負していきたいと思います。10回倒さないとですね。ですので、まあ、だから お互いが相手を攻撃するとですね。いや、これでね、まず10対10機ずつあるということで、これをどのタイミングでやるかっていう。よいしょ、よいしょ。まあ、ちなみに僕はピンクです。よいしょ。おい、これで今、9対9になりました。こ一瞬が勝負を決めるっていうね。おっちょちょ、おいおい、やっぱね、この一瞬ですよね。あ、何もないところで。これはね、あのね、時間が経つの待てばいいっていうやつですね。これね、早く落ちてほしいところですね。これで落としに行くと自分も落ちるっていう。このね、まだ、まあ、しょうがないですよね。ほらやるしかないっていうね。しょうがない、まあ、10機ありますからね。今ね、あぶ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 、何にもないところで一人で死んでしまった。あ、汚い。ちょっと、これね、なかなか難しいですね。おい。ちょっと今4対6で、今ミクスの方が2点リードしますね。ちょっと今、あ、ちょっと冗談。あ、ちょっと集中するよ。こっから。よいしょ。よいしょ。ほら、ああ、あれが邪魔だな。え、なんか死んだ。え、なんだ、なんかした。今5対3です。これね、これで、乾いたまま。ああ、うわあ。いやいやいや、戻ってくるしなし。戻ってくるなし。あ、これはね、これはまあ、これはね、残念ながら、おい、出られてるじゃないか。あ、すげえ、そっから戻ってくるか。
そっから戻ってくるけどそっちに行くのね。さあ3対4ですね。もうこれこれチャンスチャンスチャンス、あチャンス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 、チャンス、あれあれ2対4です。自滅じゃないですか。これね難しい。あのね攻撃必ずしもね防あの自分を守ることにつながらない。まずね基本にこうね行きたいところに行けないですねこれね。基本的にちょっとね行きたいところに行きたいってね。おい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 、ここから戻っていくのが、ここから戻るっていうですね。おっとちょい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 、ほ危ない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 、あれあれ、いやだ、あと1匹ですね。真ん中にいた方がいいですね。そうですね。あこれね一対に、ああいい勝負いい勝負。ただね、これね、痛い場所入れないんですよね、これね、基本的に。あぁ痛い場所痛いんです。うち、あぁくそー、何かしら勝ちということでね。いや、なかなかね、やっぱ難しい、難しいっていうか、まあまあでもいい試合でしたね。これ、もう何回かやれば、いずれ勝てる気がします。というわけでお届けしてきましたエクションゲームですが、今回はこの辺りで締めたいと思います。いや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 、スーパーバニーマン、非常に面白いゲームだと思います。いかんせん、センスがやっぱ必要なんで、まあ、見ての通りでですね、まあ、なかなかちょっとこう練習が必要かなという感じですけども、まあ、どれぐらい使われているのかわからないんですけども、とりあえず結構今日もたっぷりゲームをしました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。